確実に。どっちも。そう。それぞれの街どうするかやったらこれ。スマートシティってね。はい。あ、スーパーシティとかスマートシティって言うんですけど、中国ってあんまり個人的なプライバシー権とかね、基本的に人権とかあんま気にしないんですよ。だからこうデータとか共産とかガサー全部集めて、はい、プライバシーとかちょっとぼちぼちでこう効率化してね、お前は違え、こっち行け言ってね言えるんですよ。こっちはどうなるかって言ったらね、東京とか渋滞すごいじゃないですか。そうですね、はい、それがね AI っていうかこうスマホで情報あるじゃないですか。それ全部集めて、はい、あー、ここ今度もお前のこっち行けって、もうちょっとこう制御しよう指示するわけですか。そうそうそう。それでもうあとまあいろいろ信号の制御とかもね、はい、含めて、あと経路誘導とかもこう指示まではねなかなか難しいんだけど、誘導するミックスとかの経路誘導あるんですか。あれをこうあの全部データ集めて大きいコンピューターで最適化計算をした上で、もう一回情報を戻すことでインフラ作らんと 15% 速度を上げてすごいですね。すごいんですよ。すごいです。これね、もうスマートシティってね、ここ日本の国交省もやるんだ言ってるんですけど、まあ、はい、ないですよ。うちはチムチンで、やっぱりお金がプライマリーバランス言ってるから、もう全然言ってるだけ。はい、ビッグデータを使って都市を効率化すると、はい、渋滞解消とか、それからとコロナのね抑え込みなんかも、一人出たらあこいつこうやって動いてるからそこ全部抑え込め、はい、だからこうプライバシーないので全部中央政府がこう役人がこう見て、あ君そこ動いたかそこお前ら全部隔離や言